ナンバーアンダーラインアイが iTunes US ヒップホップチャートでトップ10入り。日本の旗出身のアーティストがアメリカのメインストリームチャートを席巻する、これはまさに歴史的快挙と言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの最新アルバムがアメリカの iTunes トップ40 US ヒップホップアルバムズチャートで堂々の10位にランクインしたというニュースを分いたとき、多くのファンは驚きと喜びを感じたことでしょう。この成果は、 彼らのの音楽が国境をを越え異文化圏でで広く支持されているることを証明するものですも日本から発信されたヒップホップがアメリカのトップチャートに名を連ねること自体が驚異的な偉業です。これまでヒップホップというジャンルはアメリカやヨーロッパのアーティストが主流でしたがナンバーアンダーライン愛のような日本のアーティストがその中で台頭してくるのは非常に稀なことです。多くの日本人アーティストが国際的な成功を夢見ていますが、 実際にアメリカ市場での成功を収めるのは容易なことではありません。それは、単に音楽のクオリティだけでなく、文化的な壁や言語の障害など、数多くのハードルをクリアしなければならないからです。このような背景を考えると、ナンバー・アンダーライン愛の成功は単なる偶然ではなく、長年の努力と才能、そしてファンの支えがあってこその結果だと言えます。ヒップホップは、その起源がアメリカにあるだけでなく、 社会問題や政治的なメッセージを含むことが多く、日本の音楽シーンとは異なる側面を持っています。そのため、日本のアーティストがアメリカのヒップホップ市場に入り込むことは非常に難しいとされています。しかし、ナンバー・アンダーライン・アイはその壁を打ち破り、グローバルな視点で音楽を作り続け、ついにその努力が実を結んだのです。彼らの音楽は、日本の文化を大切にしながらも、 国際的なトレンドにに敏感に反応しています例えば、アルバムのプロダクションやビートには最新のトラップやドリルといった現代的なヒップホップの要素が取り入れられていますが、歌詞には日本語を使用し、日本特有の感性や視点を織り交ぜています。これが彼らの音楽をユニークなものにし、海外のリスナーにも受け入れられる要因の一つとなっています。音楽業界において、ただ単に流行に乗るだけではなく、 自分たちの個性を保ちながら新しいものを取り入れるというバランス感覚は非常に重要です。ナンバーアンダーライン愛はこの点で非常に優れており、その独自性が世界中のリスナーを引きつけています。また、アメリカのチャートで成功を収めるためには、音楽配信サービスのストリーミング数やダウンロード数が非常に重要です。Spotify や Apple Music といったプラットフォームでの再生回数が、ランキングに大きく影響を与えるため、 ナンバーアンダーラインアイはこれらのプラットフォームで積極的にプロモーションを行っています。ファンをこれに依頼、SNS を通じて楽曲をシェアしたり、プレイリストに追加するなど、彼らの音楽がより多くの人々に届くようサポートを続けています。このようなファンとアーティストの連携が、最終的に大きな成果を生み出しているのです。さらに、彼らがアメリカ市場で成功した理由の一つに、 ララジオプレーやライブパフォーマンスの重要性が挙げられますアメリカの音楽業界では、ラジオでのオンエアや現地でのライブパフォーマンスが大きな影響力を持っています。ナンバーアンダーラインアイもまた、アメリカ各地でのライブツアーやプロモーションイベントを行い、現地のファンと直接交流することで、その存在感を高めてきました。実際、彼らのライブパフォーマンスは非常にエネルギッシュで、観客との一体感を大切にしています。 これにより、彼らの音楽がただ聴くだけでなく、体験するものとして広がっていったのです。それだけではなく、ナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる音楽の成功だけにとどまらず、国際的な文化交流の一環としても非常に意義深いものです。彼らの音楽がアメリカやアジアの様々な国で受け入れられていることは、音楽が持つグローバルな力を示しています。音楽は言語の壁を越え、 人々を結びつける力を持っています。ナンバーアンダーラインアイの楽曲が、日本語の歌詞にもかかわらず、世界中のリスナーに感動を与えているという事実は、音楽がどれほど強力なコミュニケーションツールであるかを再確認させてくれます。しかし、ここで一つの疑問が生じます。なぜ今、彼らがこれほどまでに国際的な成功を収めることができたのでしょうか。それは、 現代のデジタル時代における情報の伝達速度と広がりに大きく関係していると考えられます。SNS やストリーミングサービスの普及により、世界中のリスナーが同時に新しい音楽を発見し、共有することが可能になっています。これは過去には考えられなかったことであり、特に日本のような比較的閉鎖的な市場から国際的な舞台に出ることは難しかったのです。ナンバーアンダーラインアイは、 このデジタル時代の波にうまく乗り、sns を駆使して自らの音楽を広める戦略を取りました。instagram や Twitter tiktok などのプラットフォームを通じて、ファンと積極的にコミュニケーションを取り、彼らの音楽をリアルタイムで共有しているのです。その結果、ナンバーアンダーライン以外の音楽はアメリカだけでなく、香港マカオ、台湾タイマレーシアフィリピン。 インドネシアといったアジアの国々でも大きな人気を博しています。これらの国々では、アメリカのヒップホップカルチャーに強い影響を受けているため、ナンバーアンダーライン愛の音楽も自然と受け入れられたのかもしれません。しかし、それだけではなく、彼らの音楽には普遍的なテーマが込められており、どの国のリスナーにも共感を呼ぶ要素があるのです。例えば、愛や友情、希望といったテーマは、 国や文化を超えて人々に感動を与えるものです。とはいえ、このような成功が続くためには、今後も多くの課題が待ち受けていることは確かです。音楽業界は常に変化し続けており、新しいトレンドや技術が次々と登場しています。ナンバー・アンダーライン愛もこの変化に対応し、さらに進化を遂げる必要があります。特に、次のステップとしては、 アメリカのビルボード100や200にランクインすることが目標となるでしょう。しかし、これを達成するためには、さらに多くのストリーミング数やラジオプレイが必要です。ファンも引き続き、彼らの音楽をサポートし、SNS でのシェアやプレイリストへの追加といった形で協力することが求められます。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の才能と努力だけでなく、 ファンとの強い絆があってこそのものです。音楽は単なる商品ではなく、アーティストとリスナーが共に作り上げるものです。彼らがこれからどのような新しい音楽を生み出し、どのようにしてさらなる成功を収めていくのか、非常に楽しみです。そして、彼らの成功が、他の日本のアーティストにも国際的な舞台に挑戦する勇気を与えることを願っています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、 多くの日本人アーティストにとって一つの希望の象徴となるでしょう。彼らのように海外市場での成功を夢見ているアーティストは少なくありません。しかし、現実は厳しく、言語や文化、音楽の思考など、国ごとに異なる要素が大きな壁となることは多々あります。それでも、ナンバー・アンダーライン愛が示したように、自分たちの音楽に自信を持ち、努力を惜しまないことで、 国境を越えた成功はは決して不可能ででないのですアーティストの成功は、その音楽自体のクオリティはもちろん重要ですが、それと同じくらい重要なのが、時代の波に乗り、その中でいかに目立つかという戦略です。現代の音楽業界では、音楽配信プラットフォームや SNS の活用が欠かせないものとなっています。ストリーミングサービスの登場により、 物理的な CD 販売に頼らなくても世界中のリスナーに楽曲を届けることが可能になりました。これにより、国際的なマーケットへのアクセスが以前よりも格段に広がり、日本国内での成功にとどまらず、世界のステージでの活躍が視野に入るようになったのです。ナンバーアンダーラインアイもまた、このデジタル時代の波をうまく活用しています。彼らの SNS アカウントは日々更新され、ファンとの対話を大切にしています。 これにより、彼らの音楽だけでなく、彼ら自身の人柄やストーリーがファンに伝わりやすくなり、より一層の支持を得ることができています。また、彼らのファンは単なるリスナーではなく、彼らの音楽を広める、伝道者としての役割を果たしています。SNS で楽曲をシェアし、ライブやインタビューの映像を拡散することで、彼らの音楽がより多くの人々に届いているのです。そして、 彼らの音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず、時にはリスナーの人生に大きな影響を与えることがあります。音楽は、時に人々に勇気や希望を与え、苦しい状況を乗り越える力となることがあります。ナンバーアンダーライン愛の楽曲もまた、多くのリスナーにとって、そのような存在となっているのでしょう。特に彼らの歌詞には、挫折や挑戦、そしてそれを乗り越えていく力強さが描かれており、 リスナーに深いい共感を呼び起こしています音楽が持つ感情的な力は、言語を超えて人々に届くものであり、それが彼らの国際的な成功の一因となっていることは間違いありません。しかし、国際的な成功を収めたとしても、その後の維持はさらに難しい挑戦です。多くのアーティストが一時的な成功を収めるものの、その後に続く作品で同じような成功を維持することができないという現実があります。 ナンバーアンダーライン愛にとっても、次のアルバムやシングルがどのように受け入れられるかが大きな課題となるでしょう。しかし、彼らの強みは、常に新しいことに挑戦し、自己を確信し続ける姿勢にあります。これまでのキャリアでも、彼らは常に進化を続け、時代の変化に対応しながらも、自分たちの音楽性を大切にしてきました。そのため、 次の作品でも彼らがどのような新しいサウンドやメッセージを届けてくれるのか、多くのファンが期待しているのです。